いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでセナさんですね。はい。ハンドルネームセナ。うん。アイルトンセナ。はい。いいお名前ですよね。店長はその F1 ぐらいのアイルトンセナさんしかわかりませんけど、はい、はい、で今日ね開封して明日着で手配します。はい、よろしくお願いします。10パックですね。でベースの方とこれリフラクターとインサートで、まあ、ルーキーカードちょっと出なかったんですけど、ルーキーカード分けておきますので。なんそれっすね。はい。ジャズくんなんで。はい。で、バドゥーさん、リフだ。お、タティスだ。はい。うん、ちょっとね、骨折しちゃってんのかな？日々なのかちょっとわかりませんけど、ちょっと痛めてしまったようですね。はい。ケビンさん。お、煽り札、シリアル来ました。ルキだ。誰だ？あ、はい。ダニングさん、ダニングさんですね。ルーキーのピッチャーです。199のシリアルですね。はい。この煽り札も、出ないですよ。サインより全然出ない。ですね。あ、ボーン、ルーキーです。グレッグ・マダックス。ガルシア。多分100、150対1とかそういうレベルぐらいだと思います。15箱1ぐらいなイメージ。ペドロもルーキー。ハフ君。あ、沢村さん。はい。有原さん、沢村さんで大谷選手がオールスターとインサートにいる。はい。ヘイズ。沢村さん。マドリガル。あと3パック。まあ、シリアルが出たからといってサインが出ないっていうわけではないので。リフ。はい。ビーバーさん。これオールスター、ね。お、クロネマス。シュミットさん。で、マノアさん。で、ラスト。あ、ベース出ましたね、ダーニングさん。あ、有原さんも出ました。はい。で、マクラナさん。で、ボームですね。はい。結構パワーすげーって、去年はなってたんですけどね。うん、はい、ということで、まあ、シリアルかサインどっちか出れば、まあ、箱としてはまあまあ。まあ、しかもパラレルがルーキーだったので、と思います。まあ、サインが70、2対1だったかな。うん、この煽り筆でももう、146対1です。はい。なので、サイン2枚ぐらいの確率なんですけど、サインの方が良かったというのは分かってるんですけど、はい。皆さんそうだと思うんですけど。まあ、ルーキーのね、パラレルだったので。はい。じゃあ、こちらで梱包して、明日着で手配します。またチャレンジしてください。ありがとうございました。